サンフランシスコソルトレークシティ事故機の出発地であるサンフランシスコと経由地事故現場であるソルトレークシティの位置関係ユナイテッド航空2860便墜落事故とは1977年12月18日にユナイテッド航空が運航する貨物便がユタ州ボサッチ山脈のフルートハイツ近郊に墜落した航空事故 事故機の機種はダグラス DC-8、機体記号は N8047U で、カリフォルニア州サンフランシスコから、ユタ州ソルトレイクシティを経由し、イリノイ州シカゴへ向かう計画だった。墜落当時、事故機は経由地のユタ州で、ホールディングパターンをとっていた。乗員3人全員が死亡した。百七十七年十二月十七日土曜日、遅くの十三時十七分。 ユナイテッド航空の貨物便である2860便はサンフランシスコを出発した。搭乗していたのは運航乗員3人のみで49歳の機長、46歳の副操縦士、34歳の航空機関士だった。出発の数時間前に経由地としてユタ州ソルトレークシティが追加されていた。出発から今1時間を経た。 山岳部標準時1時11分、事故機がソルトレークシティに近づいた時、乗員は電気的トラブルが発生していることを空港に無線連絡し、空中待機のクリアランスを求めた。クリアランスは承認され、事故機はホールディングパターンに入った。ホールディングパターンに入っている間、事故機は無線周波数を変えたため、7分半にわたって、 侵入管制と連絡がつかない状態になった。この間に標高差の大きい危険な地形の上空に侵入してしまった。乗員は航空会社の整備員とコンタクトを取って電気的トラブルについて議論していた。彼らは管制等に緊急設備の準備をしてもらうことを決め、ソルトレイクシティの管制と再びコンタクトを取った。 管制官は2860便が危険な状態にあることに気づいたが、事故機が周波数を元に戻すまでコンタクトできなかった。通話が可能になると管制官はすぐに2860便に対して右手側に地表が迫っていることを告げ、即時に左に旋回するように指示した。管制官は返事を待たず指示を繰り返し、事故機の乗員は繰り返された指示に応答した。 14秒後、同じ管制官は2860便に8000フィートに上昇するように指示した。事故期は6000フィートから8000フィートへ向けて上昇中と答えたが、11秒後の山岳部標準時1時38分に、山頂高さ7665フィートの山の尾根、標高7200フィート地点に衝突した。ファーミントンの保安官事務所は、 爆発とそれに続く地鳴りが感じられたことを報告した。特派員が空港に連絡を取り、所在不明の航空機が存在するかどうか尋ねた。最初の回答はノーだった。その後の質疑で貨物便が墜落したことが明らかになった。保安官事務所が救助チームを編成して現場に送り、彼らは機体の残骸と乗員の遺体を見つけた。 救助チームの報告によれば、ブリーフケースより大きな部品は何一つ衝突を耐えられないような状態だった。衝突痕はその後数年間にわたって山肌に見ることができた。ケーズビルとフルートハイツの証言者たちは航空機が頭上を低空飛行するのを目にしていた。その直後、彼らのすべてが東側でオレンジ色の光が3から4秒間に、 渡って発生られるのを目撃した。全員が当時雨が降っていたと述べ、うち何人かは豪雨だったと証言した。上院3人全員が死亡し、機体は破壊された。国家運輸安全委員会は、事故原因について、管制官が不完全で曖昧な空中待機のクリアランスを発行し、上院がそれを受け入れたことと推定した。上院については、コミュニケーションの欠如が生じた。 再のガイドラインを遵守しなかったこと、空中待機の手続きを確立するにあたって、遵守事項に従わなかったことが指摘された。航空機の電気的トラブルは、寄与的な要素とされた。加えて、コクピットボイスレコーダーは、不作動状態に置かれていた。これは操縦室内の寄与的な要素を特定することを通じた、自己調査を妨げることになった。ありがとうございます。